ブルールのアウグストゥスブルク城と別邸ファルケンルストはドイツの世界遺産の一つで1984年に登録された。ブルールにあるこれら二つの建物はシュロス庭園でつながっている。アウグストゥスブルク城は18世紀初頭に選定校を兼ねていたケルン大司教の座にあったビッテルスバッハ家のクレメンス・アウグスト・フォンバイ・エルンによって建造された。 建築を委ねられたのは、ヨハン・コンラート・シュラウンであった。彼はブリュールにもともとあった、中世の城を再建する形で質素な宮殿を作り上げたが、1727年から、フランソワ・ド・キュビーエが手がけた、再改築によって、現存する、ロココ様式の壮麗な宮殿が出来上がった。宮殿には、華やかな階段室があるが、これは、 バルタザール・ノイマンが手掛けたものである。ファルケンルスト・バロック様式の庭園である、シュロス庭園を手掛けたのは、ドミニク・ジラールである。彼は、宮殿や、別邸の南の区画にある入念な家園も彼が、手掛けていたが、そちらは1800年代に、フリードリ・ヒビル・ヘルム4世の命により、ペーター・ヨセフレンネが手を入れ、風景式庭園に変えたが、 1933年には1750年の計画に基づきロココ様式に整える方式が開始された。宮殿の大規模な改造は1876年から1877年にかけてビルヘルム一世の依頼により遂行され、皇帝はこの城を宮殿として使用した。第一次世界大戦後、城は国家の管理下に入った。 第二次世界大戦では甚大な被害に見舞われた。ファルケンルストは、高刈り用の宮殿として1729年から1740年にかけて建造されたもので、建築に当たったのはキュビーエである。この別邸は、ケルン大主教の東洋趣味を反映して、ロココ様式と、シノワズリが同居している。1994年までは、 アウグストゥスブルク宮殿はドイツの大統領が国賓をもてなすレセプションホールとして使われていた。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。ありがとうございます。